猫コマガ、竹は、福島県山郡万代町、北塩原村にある山。標高1403.6メートル。猫コマガ、竹は、万代山の西に位置し、猫コマ火山が生み出した、直径2キロメートルほどの有国沼カルデラの外林山にある数峰である。猫コマ火山は、安山岩室で100万から40万年前の活動で形成された。 50万年前にカルデラを形成するコネコマ火山の北東方向への山体崩壊があり、その後の新ネコマ火山の成長により、ネコマガタケミネができた。カルデラ内には広大な湿原を伴う遊国の馬があり、初夏には日光木曽の大群落が咲き誇る。ネコマ火山とバンダイ火山の地形図。ネコマガタケミネは画像の中心。ネコマ火山を西からバンダイ山から、 猫間火山を望む。猫間が竹峰は中央を右。三名は昔、化け猫が住み着いて人を食べていたという伝説によるもの、あるいは食料をネズミに食い荒らされて困っていた、絵一時の僧がネズミ退治のため、猫をお山に祀ったことによるものなどの説がある。それらの伝承に還元するのか山頂の西側ピークには、猫石と呼ばれる大きな岩がある。また、 ネコマが、竹は、かつては、江日寺からバンダイ山あるいはあずま山へ行く、修言道の経路となっており、多くの修言者たちに登られていた。なお、現在、山の南側は、アルツバンダイスキー場、北側は、裏、バンダイネコマスキー場となっている。山頂には一等三角点、ネコマ竹が設置されており、360度の帳簿がある。 ネコマガの登山コースは3コースあるが、ここでは主に利用されている2コースを紹介する。有料道路7月から無料開放されている、バンダイ山ゴールドラインの中間点、ネコマ八方台から登るコースである。登山口となるネコマ八方台は60台が駐車、可能であり、トイレや登山案内板も整備されている。このコースは万代山から猫コマガまで続くを、 行くコースで、コース上からは南に、合図盆地や稲わし湖、奥合図の山々、北には、ひばる湖をはじめ浦湾台の小将群を眺めながら歩くことができる。登山道の幅は比較的広く、山頂まではアップダウンが連続するが、飛行差も小さく、途中ベンチも設置されており、初級者向けのコースと言える。また、登山口から最初の展望台までの間は、 ブナ林が素晴らしい。遊国沼まで至る登山経路はいくつかあるがここでは、割愛し、小国沼北半にある遊国沼休憩車を起点とするコースを紹介する。起点となる遊国沼休憩車付近は、連月辻の群落で、6月上から中旬には連月辻の花で一帯が真っ赤に染まる。休憩車から道を東方面に進み、雑木林の中、 最初は緩い登りで次第に傾斜が増し、約1時間で猫石に着く。猫石からの展望は素晴らしく、遊国沼、小国沼出現植物群落とその外林山である、古城が、峰、真ダ岳山を望むことができる。猫石から山頂までは一度下ってから、再び登る工程で、約15分で山頂到着となる。ありがとうございます。